皆さんこんにちは。今回紹介するのは日本の女優、元アイドルの橋本環奈さんです。1999年2月3日生まれ、福岡県福岡市出身、ディスカバリーネクスト所属。二卵性の双子として誕生し、双子の兄と7歳上の兄がいます。2016年9月4日、乃木坂46の3期生オーディションに合格します。小学3年生だった2007年にテレビに出たいと思い、母に頼み福岡の芸能事務所アクティブ博多に所属します。初めは地方 CM の仕事が中心でしたが、ステージに立つのも楽しそうだなと思い、2009年、事務所運営のダンス&ボーカルユニット DVL に参加します。やりたいと思ったことが実現していくのが本当にすごいですね。そんな環奈ちゃんの3サイズは最後に発表しますので、今のうちにやりたいことができるようにいろいろと準備しておいてください。小学校の卒業文集に将来の夢は女優と書いていたとのことですが、是枝裕和監督の奇跡で映画初出演をして夢をしっかり叶えます。2013年5月、地元福岡の博多リバレインで開催されていたイベントに参加した際に、ファンの手によって撮られた奇跡の1枚で知名度が急上昇することになります。奇跡の1枚は中学3年生だった2013年11月の3日から4日にかけイベントで踊っている時の写真で、当時の2チャンネルやツイッターで拡散され、可愛すぎるローカルアイドルや千年に一人の逸材として注目を集めることになります。後者のキャッチフレーズの由来となった NAVER まとめの千年に一人の逸材、博多のローカルアイドルが可愛すぎるとネットで大騒ぎ、橋本環奈ちゃんが増というタイトルでまとめられた記事は11月7日に閲覧回数55万回を超え、所属事務所アクティブ博多の公式ウェブサイトのサーバーはアクセス型で一時的にダウンしました。ちなみに私の息子はダウンするどころか大いにアップしています。ムキムキです。その後の環奈ちゃんの活躍は皆さんも知っての通りだと思います。ちなみに皆さんは環奈ちゃんの出演作品だとどれが好きですか？私はキングダムで教官役を演じてた環奈ちゃんが大好きです。皆さんの推し環奈ちゃんをぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。そんな環奈ちゃんですが、無類のビール好きとしても知られており、自宅では以前から朝日の家庭用ビールサーバードラフターズを愛しているほどです。環奈ちゃんを酔わせてグヘヘヘヘしたくなる気持ちは正直ありますね。ちなみに環奈ちゃんの理想のタイプは、自分が大のお酒好きであることから、お酒は好きな人の方がいいですねとコメントしたこともありました。これは何としても大酒飲みになって環奈ちゃんにアピールしたいところですね。さらにその際に女子力高い人の方が好きかもしれないですとも発言していました。好きなものが塩辛、杏仁豆腐、チョコミントとなかなかなラインナップなので、せめて杏仁豆腐は作れるようになっておきましょう。私の特納の真っ白でドロッとした杏仁豆腐をプレゼントしたいです。それでは最後に環奈ちゃんの3サイズを発表します。上から62、56、72で C、B カップという予想がありました。2019年時点で C カップという噂がありましたが、今は E カップまで育っていそうです。ということで今後も目が離せない、活躍されること間違いなしの橋本環奈さんをこれからも応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは素敵な女性のエピソードを紹介するとともに、えりすぐりでちょっとエッチな写真も交えて紹介していきます。この動画を見てカチカチのホームランバーになってしまった方は、ぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではこの後は橋本環奈さんとの2人っきりのお時間をお楽しみください。ではまた次の動画でお会いしましょう。